吉谷さん、暗号通貨ね。私もね、暗号通貨の必勝法っていうのを今振り返ってみると、心に本当に深く思ってますよ。それはね、買って何もしないですね。なんかいろんなね、投資話、暗号通貨の、なんとかかんとかっていうのがあるんですよ。アービトラージだとかね、AI だとかなんとか。全部飛びましたね。で、飛んだっていうとね、どうして飛んだって言えるんだって怒る人がいるんですけども、それは一人一人が飛んだと思うのか、まだ続いてるのもと思うのか自由ですよ。私は暗号通貨の案件がいろいろ飛んだっていうのはね、他の人にもそう思えってことじゃなくて、私はそう思ってるんで、もう諦めて次行ってるよってことなんですよ。でも基本的にはですね、私の保有してる暗号通貨って9割ぐらい何もしてないんで、順調に増えてますよね。2014年から暗号通貨買って、時に買ってたまに買って何もしてないというね。だからなんか暗号通貨の投資話とか、参加するのにビットコインがいるからっていうんでわざわざ買ってね、なんかすごくもったいないことをしてるんじゃないかなと思いますよね。なんていうんですかね、難しいですから、やっぱり暗号通貨っていうのは。ウォレット作ったりとかね、海外の取引所にアカウント作ったりとかで、英語の翻訳をしてみたりとかで、サポートの LINE グループとかも、あれはあれですよね、参加するまでは一生懸命だけど、参加した後梨のつぶてですよね。でもうね、プロモーションしてた人はもう別のやつまた新しくプロモーション動画出してたりするでしょ、だからそんなもんなんですよ、そんなもんだと思いますよ。振り返って思うのは、あれやこれやしなくてよかったと。まあたまにちょこちょこっと私もね、こうジャブ打ってみてますけどね、まあ基本的には全部持ってかれると思って、投資事は、投資事っていうのは送金した瞬間なくなったと思ってやるのがちょうどいいですよね。だからとてもじゃないけど100万200万なんていかないですよ。 FX についてはね、口座から出るのも入れるのも本当に秒ごとに自由なんでやらせてもらってますけどね、まああれですよね、また怒る人いるかもしれませんけども、暗号通貨と名の付くもので扱える人はいないですよ。みんな同じの分かってないです。これ一貫して言いますけども、暗号通貨のことは誰も何も分かってないです。難しすぎて、ね、で分かったふりでいろいろ話してる人も分かってないです。それはどっかのプレゼントの資料を読んでるだけですからね。きちんと理解したりとかなんとかじゃないです。で吉田さんね、本当面白いことに暗号通貨の案件をセールした人もいないんですよ。結局は結局いなくなるんですよ。暗号通貨一本でなんとか通貨とかね、なんとかアービトラージってやってた人は消えるんですよね、まあ、このありさまということですよね、まあ覚悟してやることですよ、何でも。世の中に信用できる人はいないんですよ。何を信用するか自分が決めただけなんですよね。だから人のせいにできるってことはないです。本当にそれは覚悟していかないと。でね、話題はベーシックインカムになるんですよ。このベーシックインカムについて、いろいろと、にぎわってるところがありますけども、吉田さんはどういうふうに思われますか？ベーシックインカムって、要するに、毎月毎月、5万なら5万、10万なら10万を全国民にもう問答無用で送金するみたいな感じですよね。自動的に入金されてるんですよ。その代わり、社会保障をなくしていこうと。例えば年金をなくしましょうとかね、健康保険をもうやめましょうとか。そうすると健康保険事務所とか年金事務所で働いている人はいらなくなるんで、その分経費が軽くなるってことですよね。私はね、ベーシックインカムについて、以前は社会保障が全部なくなって1人20万とか25万給付でバランス取れるんじゃないかなと思ったんですよ。そうすると4人家族で月収100万ですからね。でもやっぱりね、社会保障なしで月収100万だとやっていけない人が多く出るでしょうね。できっとベーシックインカムもらっちゃうと働かなくなる人が増えるんじゃないですかね。働かなくなることで何が起きるかっていうと、通常生産されていたはずのトイレットペーパーとか食品とかね、それからいろんな公共サービスとかね、運転もそうですし、車のメンテナンスもそうですよね。だってお金が毎月入ってくるもんだから、いやいや働く人はいなくなるんですよ。で、嫌な職業辞めちゃうじゃないですか。でも好きな職業でやれてる人ってほんまにちょっとしかいないんで、ほとんどの、ビジネスっていうのは消えるんじゃないですかね。だからある意味今の状態、結構ひどい話ですけども、お金のために仕方なく働く、そしてそれで生産したり流通を起こしたりサービスを提供する人がいないと、お金のためにやる人が一定層いないと、世の中は持たないんじゃないかなと思うんですよ。
あとはもう本当にね、人間に代わるロボットがサービスとか商品製造を代替してくれるかどうかっていう時代が来るかどうかですよね。で、ベーシックインカムの話をね、もうちょっとすると、まあ、ベーシックインカムについてはもう18世紀の終わりぐらいから始まったんだと思うんですよ、議論が。で、まだ誰も試したことがなくて、で、まあ日本がね、ベーシックインカムを一部成功させてるんじゃないかなっていうふうによく引き合いに出されるんですよ。それは年金制度ですよね。年金を毎月、例えば12、3万もらってると、月当たりね、まあ、7、8万の人もいるでしょう。それで足りなければ週に3回とかね、週に4回とか無理しない程度に働きに行って、自分の必要なその日当というか月給に合わせていくってことができるんですよね。で、健康保険はまあ負担はありますけど、1割とか2割の負担ありますけども使えるとかね。で、公共サービス、バスとかタクシーもむちゃくちゃな値段じゃなく使えると、食品もちゃんと提供されるという形ですよね。だからベーシックインカムを語る上で大事なのは、公共サービスが何もかもなくなるんじゃなくて、例えば生活保護は残しましょうとかね、それから健康保険は残しましょうとか、下水道浄水道のサービスは残しましょうとか、何かこう今まであるサービスを全部なくすんじゃなくて、一部残して、その上でベーシックインカムの金額を調整していって、まあインフレ率も高くない、デフレ率も高くないような、いい感じのね、まあインフレ率 2% 前後で調整できるような需要と供給のバランスを取っていけば、ベーシックインカムっていうのはかなりいいんじゃないかなと思うんですよ。これなぜこんなこと言うかっていうと、現在でもね、会社に出社して自分の給料分、生産性を出してないのに給料もらって帰る人がいるじゃないですか。これもだからベーシックインカムなんじゃないですかね。仕事をしているふりをして、本人は一生懸命やってるんだけども、経費とかね、人件費を考えたら、保険料とか考えたら、1ヶ月人が働いてマイナスになると。その人が働いたばっかりに、その人を採用してるばっかりに、会社としては、普通は人を採用したらその分利益が会社に残して、でその人の人件費も賄えるんですけども、その人が働くことによって実は逆罪が起きていて、この人が1ヶ月働いたらなんかね、35万ぐらい負担がかかるみたいなね。で、その35万の原資はどこかっていうと、一部すごくできる人がほとんどの社員を養うような働き方をしていて、その人は本来だったら月給200万もらえるのに、給料一律制度ってことでやっぱり35万ぐらいしかもらえないと。だから給料が横一線っていうのは、ものすごくできる人がサービス精神とか義務感とか、それから同僚を守るとかね、部下にかっこいいところを見せるっていうふうな、そういうふうなね、精神的な、なんでしょうね、かっこよさとか自尊心を満たすために、実はそのやりがいに対してものすごく本来いただけるはずの給料が搾取されているってことですよね。人によるとね、あらゆる組織、仕事、会社の8割はそういうふうな逆罪の人らしいんですよ。で、残りの2割が全体の8割の利益を分取ってきて、全体の8割の人は、2割の人が作ってきた利益を分配しているというね。だから8割の人は組織には不要だっていう考え方です。で、これを言うとね、アリの例が出てくるんですよ。働きアリも全体のうちの 30% が働いて、7割はただぐーたらしてるだけと。で、3対7のその割合の働きアリを3割をこっちに移して7割をこっちに移すと、3と7で、その中でまた3対7の働く 30% と働かない 70% が生まれるから、人間もそうなるんではないかなっていう人いるんですけども、なんでアリの生態とね、人間の生態をいきなり比較するんだと私はずっと思うんですけども、結構この話をすると納得する方多いみたいですよね。やっぱり3割と7割分けると3割の中で働く人と働かない人が出るんだみたいなね。だから人間ってこう騙されやすいと、もう大した考えもなしに、あ、そうなんだと思いやすいんですよね。だから詐欺にもかかるし、ビットコインも暗号通貨もやられちゃうんでしょうね、きっとね。だから自分の頭で考えるってことをね、やっぱしていないと。誰かが言ったからこうとか、情報を集めてどうとかね、情報なんてもはやもう集める必要ないんですよ。自分で発想して、自分で確認して、自分で決断して、自分で実行して、自分でね、果実をいただけばいい話なんですよ。それがまあ一人前とか、自立するってことなんじゃないかなと私は思うんですよね。だから暗号通貨の話からベーシックインカムのこと、そして翻ってきて自己責任というかね、自分で一人で生きるってことの話に戻ってきましたけども、まあ国の保障って一生じゃないし、一生を期待するのもちょっと違うと思うんですよ。で、簡単に国の制度は壊れるし、国の制度は裏切られるし、だからもともと9割ぐらいは自力できていって、1割ぐらいはね、なんか助けてもらう期待っていうかね、助けてもらえるかもしれないなっていうふうに
うっすらと妄想しておけばいいんじゃないかなというふうに思いますよね。うん、大阪都構想らしいですよ。うん、まあ今日はね、そういうふうな感じでビットコインの話から、ベーシックインカムの話してみました。ベーシックインカムについて吉田さん、なんか考えがあったらアンサーしてください。それで、9日ね、いらっしゃるそうなんですけども、また近々ご連絡ください。ナミさんがね、私にバースデープレゼントをくれるそうなんですよ。ナミさんは。ナミさんとも付き合い長いですよね。ありがたいことですよね。あ、それでね、FX の基礎講座、やってるじゃないですか。反響むちゃくちゃ良かったです。本当にこういうのやってよかったと思いました。私はね、FX の、なんですか、トッププレイヤーでもなんでもないです。中丸トレーダーぐらいの実力が全然ないです。でも、なんですか、基礎の基礎を、まあ、配信することはできるんですよね。提供することはできるんですよね。教育教材を。だからその立ち位置私にはすごく合ってたなと思いますし、逆に言うとレベルの高い人がレベルの高い講義を販売して35万とか50万とか値段をつけるんじゃなくて、私みたいにこうなんていうのかな、すごくこれからですよって人に合わせた教材ね、うん、だから小学生とか中学生向けの教材みたいなのを作ったのは正解だったかなと思いますよね。いってらっしゃい。